ホンダ CBX 線外観右側の確認動画です。まずフロント周りからいきたいと思います。フロント周り、インナーチューブ、フロントフォークインナーチューブ、特にひどい錆等は出ておりません。気になるオイル漏れ等も出ておりません。アウターチューブなども、転倒などによる、ひどいガリ傷などもなく状態は良い方かと思われます。フロント周りの、錆等も、少なく、ブレーキ動作も、確認済みです。ホイール、こちらも、ひどいガリ傷等はありません。この年式のものとしては、非常に綺麗なホイールかと思われます。フロントタイヤ、まだ残り溝、もう少しあります。ウインカーも、特に気になる割れ等もありません。ヘッドライト、こちらはマルチリフレクターヘッドライト、装着しております。もちろん、ケース割れ、リムのガリ傷等もなく、とても綺麗な状態です。またメーターケース、こちらも、特に気になる割れ等出ておりません。メーター動作確認済みとなっております。ハンドル周り、ネック周りなども、特にひどい損傷、見当たりません。外装カラーリングは、グレー。こちら外装も、ひどい損傷等なく、綺麗な状態かと思います。まずはフロントフェンダー、特にひどい割れ等なし。タンクも、気になるエクボ等もなく、タンク内、こちらも、上からの目視、ですが、ひどい錆等は出ておりません。この通り、タンクも、とても綺麗です。シート、こちらもひどい破れなどはありません。サイドカバー、爪折れもなく、綺麗に、きっちりついております。テールカールなども、特にひどい割れ等はありません。マフラーですが、こちら、カーカーマフラー、装着されております。とても人気あるマフラーとなっております。続いてエンジン周りですが、エンジン周り、特にダラダラと、垂れ落ちるような、オイル漏れと、ひどいものは、ありません。この通り、シリンダー管なども綺麗です。またカバー類も、この年式のものとしては、とても綺麗な状態で非常に価値あるものかと思われます。リアホイール、こちらも特にひどいガリ傷等は出ておりません。リアタイヤ、こちらは、かなり水残りあり、こちらは十分、このまま使用していただけます。全体的な外観ですが、全体的な外観、とても綺麗かと思います。
このクラスの車両で、これだけ保存状態良い車両、今では、ほとんど、数も少なく、とても希少な車両かと思います。ぜひ一度ご来店ください。以上、外観の確認動画でした。